こんにちは、パタヤチャンネルです。今回は前回1月にアップして大好評だった僕と同世代のアラフォーセミリタイヤ夫婦のガチの1ヶ月の生活費シリーズの第2弾をお届けしたいと思います。今回のバックの映像はノースパタヤのターミナル21からサウスパタヤへ向かうビーチロードになります。前々回にアップしました僕の先月5月の1ヶ月の生活費はとんでもない金額になってしまったので、参考にならないという人が多かったかもしれないんですけれども、今回はかなり皆さんの参考になるんじゃないかなと思います。1月上旬にアップした第1弾をまだ見てない方はそちらもぜひご覧いただきたいと思います。その URL は動画説明欄に貼ってありますのでご覧ください。ちなみにその動画での1ヶ月の出費の合計は 63,762 バーツ、日本円で 224,000 円、プラス年一括払いしているものの月割が 13,635 バーツ、 48,000 円になりますので 77,397 バーツ、日本円で 272,000 円という結果になりました。ちなみにレートは現在のレートで計算し直してます。前回と今回の比較は改めて最後にしたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。では早速家賃なんですが、こちらの方はゼロとなってます。別の動画でもご紹介させていただいたんですが、ジョムティエンのセカンドロードにありますリビエラというラグジュアリーなコンドミニアム購入しまして、現在はそちらにお住まいなので一切お金はかかってません。めちゃめちゃいいコンドミニアムなので、興味ある方は動画説明欄から見ていただければと思います。そして水道光熱費なんですが、まず水道代が400バーツ、ちょっと高いような気がするんですけれども、僕の2倍ちょっとなのでこんなもんだと思います。そして電気代が2000ということで、僕が先月350ぐらいだったのでめちゃめちゃ高いんですけれども、その理由は多分クーラーだと思うんですけれども、ペットを飼ってまして、そのペットのためにクーラーを比較的常につけているという感じで仕方ない出費になってます。続きまして外食等の金額になるんですが、5月は前半が店内飲食できなかったですし、1ヶ月を通して店内で飲酒ができなかったのでテイクアウトが比較的多いということなんですが、それも含めまして外食が2950バーツ、あとコンビニ1635バーツ、そしてフルーツの購入が390バーツということで、一応外食等という括りで全て合わせますと4975バーツとなりました。そして結構気になる方多いと思うんですが、5月は飲み代、夜遊び代ゼロとなりました。自粛したというよりもバーとかクラブ一切空いてませんでしたので、当然といえば当然なんですが、一応お酒等の購入金額は後ほどご紹介します。スーパーの合計金額の中に入れてます。そして夜遊び代が減った代わりに増えたのがスポーツの金額になります。テニスは夫婦ともにやるんですけれども、4回やりまして合計が500バーツ、あとめちゃめちゃ多かったのが旦那さんのゴルフ代になります。打ちっぱなしほぼ2日に1回行きまして、合計14回で2765バーツ、あとコースも2回行きまして3500バーツといった金額になりまして、スポーツで6765バーツ使用してます。この金額が増えること自体めちゃめちゃいいことだと思いますし、かなり理想のリタイア生活なんじゃないかなと思います。続きまして食費の合計になります。大手のスーパーマーケットビッグCで1回買い物しまして850バーツ、メインは僕もちょくちょく行きますマクロという問屋スーパーで3回行きまして合計が4442バーツ、あとサウスパタヤにありますフレンドシップという比較的輸入品をたくさん扱っているお店で1回買い物しまして454バーツとなってます。それらの合計お酒の購入代も含めまして5746バーツになりました。そして僕にはないカテゴリーなんですけれども、ペット代ということで3970バーツかかってます。毎月買うわけではない餌代と、ちょっとペットの体調が悪かった時に病院に連れてった金額ということで、毎月ではないんですけれども今月は結構かかってしまった月になります。ちなみに僕の先月の1ヶ月の生活費が5134バーツでしたので、
このペットにかかった金額と最初にご案内しましたクーラー代が結構かかってるというのを合わせますと、僕とほぼ1ヶ月の生活費一緒ぐらいになっちゃってます。続きまして交通費なんですが、車とバイクそれぞれ1台ずつ所有してまして、両方とも1回ずつガソリン入れたということで、車が850バーツ、バイクが100バーツ、そしてだいたい3ヶ月に1回ぐらいするバイクのオイル交換が190バーツとなってます。ちなみに前回質問でありました住んでるコンドミニアムでの車やバイクの駐車場は無料になってます。そしてその他というカテゴリーでまとめさせていただいたんですが、化粧品が773バーツ、現在奥さんが歯の矯正をしてまして、それが毎月1500バーツかかってます。そして衣類が1500バーツ、銀行のカード発行料が200バーツ、最後の2つはホームセンターのようなところで300バーツ、186バーツ使用してます。その合計が4459バーツになりました。ということで全ての出費をおさらいしますと、水道光熱費2400バーツ、スポーツ代が6765バーツ、外食4975バーツ、お酒を含めた食費5746バーツ、ペットが3970、交通費1130、その他が4459バーツということで、5月1ヶ月の合計金額は29445バーツとなりまして、日本円で10万3700円となりました。夫婦2人での生活費になりますので、かなり安く済んだんじゃないかなと思います。特に節約生活をしてたわけではないんですけれども、まあ、ただ5月はお金を使いたくても使えないような状況だったというのもあると思います。ということで前回の動画の金額と比べますと、差額が 34,317 バーツということで、金額的には半分以下になってます。その時の動画では旅行だとかイレギュラーな出費も結構あったりはしたんですけれども、だいぶその時よりは安くなってます。動画の前半でもお伝えしたんですが、以前の動画を参考に年一括払いしている月割りの費用、学費だとか車の維持費、保険、携帯や家のネットの通信費、月13635バーツを出しますと43080バーツとなりまして、日本円で15万1800円になります。安く済んだ月の目安として見ていただければと思うんですが、ただ5月は海外国内旅行ができなかったというのや、レストランの店内飲酒が不可、あとバーだとかクラブも完全に休業してましたので、まあ、その辺のお金がかからなかったというのが大きいと思うんですが、ただ逆に言うとこれぐらいの金額でも不自由ない生活が1ヶ月遅れるということの参考にもなるんじゃないかなと思います。続きまして、前回コメント欄でいろいろご質問いただいた回答を少ししたいと思うんですが、まず保険について、日本の国民健康保険は住民票を海外に移動させてますので解約してます。この住民票を移動させるというのは僕もしてるんですけども、結構重要で、選挙とか行く場合もこれをしてないと投票することができません。そしてプライベートの保険は現地に来てからこちらの会社の保険に入っているということで、まあ、詳しいことを話し出すと動画1本分になっちゃいますので省略したいと思います。そして多かった質問が、このご夫妻の収入源って何なんですかっていうことなんですけれども、まあ、答えられる範囲で答えますと、夫婦ともに現在も日本の IT 系の会社に所属してまして、フルタイムではなくて実績ベースの歩合の給料ということで、現在も仕事をしています。時期によって収入の増減や忙しさが変わりますが、それほど本格的に仕事をしているというよりは空き時間を利用する感じで、基本的にリラックスした毎日を過ごしてます。ということで以上、今回はセミリタイア夫婦のガチの1ヶ月の生活費をお届けさせていただきました。ぜひ海外移住、パタヤ移住の参考にしていただければと思います。次回あさっての動画は徐々に活気が出てきましたパタヤの街の様子をいろいろとお届けしたいと思いますので、ぜひご覧ください。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。